忙しい歌なんで、まあ、こんな風に、ね、ライブを楽しんだり、自分の歌を楽しんだりしてる人たちが世の中では一番大事なんやというふうに僕は思ってます。ほんでそういう人たちっていうのは、まあ、言うとこのお店の雰囲気も僕は好きなんで、カウンターカルチャーっていうのがある店なんで、カウンターカルチャーの歌の、一部分やと思ってます。でみんなも多分そうやと思うんで、そういう人たちが世の中を良くしていく、出会う場所というので、手拍子をいただいて、あとリフレンで乾杯で僕かけるんで、その後みんな乾杯って言って飲んでもらったら、この歌がすごいいい歌になります。僕は新しい友達を作るのに10年かかった。でも全てはこの日のためだった。若い頃の腹の中にさ、嵐のようにアンプリジャンの歌が響いていた。ある朝を食べても彼らは気にしなかった。僕らは生まれた街のない風、どこにでも通り抜けてゆく。なりふりでもない僕らに乾杯。なりふりでもない中僕らに乾杯。どこにでもいる一つの顔でない僕たちに乾杯しよう。の貫禄は欲しい、収まらない。はみ出してばかりで落ち着かない時がすぐか。僕らは形のない風、どこにでも通り抜けてゆく。ナイフでもない僕らに乾杯。ナイフにもない方と僕らに乾杯。僕はサラリーマンになりきれなかった。あの子は母親になりきれなかった。でもそれは僕らの望みだったはず。一つの過去にならないという理由。60を通り過ぎてやっと自分のやり方に気がついた。君と僕が出会う歌のある場所が落ち着かない僕の住む場所だった。僕らは形のない風、どこにでも通り抜けてる。何風でもない僕らに乾杯。何風にもないなかった僕らに乾杯。どこにでもいる一つの顔でない僕たちに乾杯しよう。僕らは
どこにでも取り付けてゆく何中でも大木だに